源氏物語古系図。源氏物語古系図とは、源氏物語の登場人物を実在の人物と、同様に経図の形式で書き表した、源氏物語系図のうち、さねたか本源氏物語系図以前のものを言う。源氏物語系図のうち、古系図に限らない一般の記述については、源氏物語系図を見よ。源氏物語系図には、平安時代末期から、 鎌倉時代初期にかけて作成されたと見られるものが現存しているため、陰性期にはすでにまとまったものが作成されたと考えられている。現氏物語固形図には共通しておぼろきよについて他の人物と比べると異例なほどの長文の解説が付されているなど、現存するものは読者それぞれが自分の理解に基づいて作成したとすると、 考えらないほどに言い回しなどが共通しているため、陰性期には成立したと考えられる素本が存在しており、そこから時には修正を加えられながらも移されていったのであろうと考えられている。また、三条西寂高による固形図の整理も一から全面的に作り直したのではなく、それまでに存在した源氏物語固形図の一本に小本にしようとして、 自らが整えた青表紙本の三条二色系統の本文に合うように手を加えるという形で行われたに過ぎないと考えられている。普通、固形図と呼ばれるものよりさらに前の段階として、ふと呼ばれるものがあった可能性がある。源氏物語の注釈書、光る源氏物語本字には、さらしな日記の一文と伝えられるものの中に、さらしな日記の作者である。 菅原高成女が、源氏物語を読んだ際に、譜を手元に置いて読んだ胸の記述がある。この譜が、具体的にどのようなものであったのかは明らかではない。ものの、経図のようなものを含んだものとする見方も存在する。光源氏物語本人の著者の両語自身、譜の中身について、有識者を尋ね歩き、経図ではないかという回答も得ている。 現氏物語固形図を含む現氏物語形図は以下の部分から構成されている。現氏物語に登場する人物をその付形に従って分けて記述したすべての形図に存在する現氏物語形図の本体部分であり、当時の実際の家系を描いた形図がそうであるように、人物感を線でつなげる形式ものとそうでない形式のものがある。概ね以下のように分かれている。 以下六条見安どころとその父の大臣だけの系譜など、小規模な系譜がいくつか並べられている。これらの系譜ではその中に現れるそれぞれの人物について以下のような点が記されている。不母明らかならぬ人などともされる系譜の明らかでない人物を個々に列挙してある部分である。写本によっては、系譜中の人物と同様に詳細な説明を、 加えていることもあるが、単に名前を並べていだけのことも、あり、写本によってはこの部分そのものがないこともある。経符以外の様々な記述の部分のことである。これらの部分は写本によってはないものもあり、存在する場合でもその内容の差は激しく、前付けにあるか、後付けにあるかも一定しないが、概ね以下のようなものが含まれている。池田機関は固形図について、 九条花本系統、ため氏本系統、小家本系統の三系統に、後には天文本系統を加えて四系統に分類しており、の順で原型をよく保っており、下に行くほど、構成の負荷、改変は大きいとした。時は一子は、現氏物語固形図は、複雑なつて流過程をたどっていると見られ、原型に近いと見られる。 球状花本系統以外は明確な分類ができないものがあるとして、成立時の原型に近い球状花本系統とその他の二系統に分類で良いとしている。その他一巻ものと二巻以上に分かれているもの、巻子形態のものと殺し形態のもの等に分けることができる。登場人物の同一性などについての源氏物語の本文の解釈について様々に解釈が分かれる。 可能性がある中、形図を作成するためには、どのような解釈を取るのか決める必要があるため、古い時代に作成された、源氏物語古形図を見るとその形図を作成したものが、源氏物語の本文について、どのような解釈を取ったのかが明らかになり、古い時代の源氏物語の解釈が、どのようなものであったかを、ある程度推測することができる。また、雲井の岩。 落葉の実や、おぼろ月夜、軒場ば木、浮船、柏木、玉かずら、生寺夕顔がお夕霧、秋吉中宮の、ひぐくろ、いの上といった、登場人物の故障中で本文に現れず、源氏物語が読まれる中で使われるようになってきた、名前がいつ頃から使われるようになったのかを知る、手がかりにもなる。鶴見大学像本固形図など、 古い時代の源氏物語系図の中には、ホタル兵部教、これは、光源氏の弟で、ホタル兵部教偶、ホタル宮などとも呼ばれる現行の源氏物語の本文にも存在する人物であるの孫として、現在一般に留布している、源氏物語の本文の中には見られない、スカミ三位なる人物とその辞席が記載されているものがある。それらによると、スカミ三位とは、 にお宮とカオルの二人から共に求愛されるという、原稿ルフボンでの浮舟船を思わせるような存在である。ただし、スカミ3位は、カオルと結ばれて、男子を設けた後で、陰性生活に入ったとされており、この点は、原稿の源氏物語の浮舟船と大きく異なっている。またこれらの、スカミ3位についての記述は、原稿の源氏物語54条の中にはない。 つもりの巻なる巻が存在し、その中に描かれているとされている。また、源氏物語症況などの一部の古注釈にも、つもりの巻や、つかみ三位に触れているものが存在する。この、つかみ物語については、宇治十条を踏まえた後人の補作であるという説と、本編と同じ作者により、光源氏時の物語として、つもりの巻を含む、つかみ物語が一度書かれたが、 何らかの理由で破棄され、その後改めて浮船を中心とした現在の宇治十条が書かれたのではないとする説が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。